えー、桜林のやや西のところの、えー、とハンカチの木の裏ですね。そこにこの今映しておりますナギの、えー、木があります。えー、高さ13メーターぐらいあると思うんですけども、えー、かなり大きな、えー、ナギの木があります、えー。この葉っぱ見ていただきますと、えー、平行脈、 走ってますこの葉が耐性についておりましてこの葉の形を見ますと紅葉樹の形なんですけどもマキカの針葉樹になりますナゲイヤナギという学名がついてますシュウイシュウでこちらの方は種が こう乗っておりますので、目スぎだというのがわかります、えー。樹皮も非常に特徴があります。まあ、このように剥がれ落ちますので、えー、ちょうど両部とか、ヒメシャラのようなこう特徴的なこう樹皮を持っております。まあ、下を見ますと、この種子が大量に落ちておりまして、 まこんな感じで下に見ますといっぱい落ちてますえー、っと左がえそのままのもので、えー、少し皮をめくると守備をめくると中にこのような種子がえ出てきます非常に油分が強くて、えー、まあ糖化ですねあの明かりに使うのにこの種子っていうのは使われたみたいです、えー、そしてこの えー、凪、えー、熊の信仰ともつな、えー、がりがありまして、まあ、海の凪とこの凪がつながって、まあ、航海の安全の信仰の対象にもなったようです、えー、和歌山の、えー、熊の早玉大社には、えー、天然記念物の凪のご神木、えー、あります、えー、そしてこの八 葉が非常に強靭な強い、えー、葉っぱで、この繊維に対して、えー、この引っ張りましてもなかなかこれちぎれない強い葉っぱを持ってます。まあ、そういう意味そういう意味で、あのー、まあ、縁結びですね、えー。そのようなお守りにも、えー、この葉っぱっていうのは使われることがあります。はい、えー、今日はナギの木をご紹介いたしました。 えー、この下、本当に種がいっぱい落ちております。